東京練馬区で将棋の藤井聡太八冠が小中学生10人と対局するイベントが開かれました。対局を終えた子どもは、藤井八冠はすごく強かったと話していました。ちょっとごめんなさい、まだ緊張しているのかなという感じもするんですけれども、今日は短い間ではありますけれども、指導対局ということで楽しくご勝利を、させていければと思っています。どうぞよろしくお願いします。このイベントは、藤井八冠が先月防衛に成功した王将戦の第7局の開催予定地だった練馬区で行われました。藤井八冠の相手は抽選で選ばれた小中学生10人です。藤井八冠は子どもたちの前を移動しながら指していきます。最初は緊張の表情を浮かべていた子どもたちも、対局が始まると真剣な表情になり、藤井八冠の指導も熱を帯びていきます。この守りもぜひ意識して指してみてください。守りは本当にしっかりうまく指されていたので、次はぜひこの下と各大駒を活用して攻めていくことを目指して、指してみてください。この攻めは本当にうまくされていたので、次は飛車を成り込んだ後に角も活用する手順を考えてみるともっと頼んでいいかなと。藤井八冠との対局を終えた子どもたちは、中央からも攻めてきて、端からも駒の引きとかも通ってたから、すごい強かったです。もう一回チャンスがあったらどうします？その本を渡します。これ渡します。今度は勝たそうかな。はい、本当に皆さんが一手一手本当に考えて指されているのが伝わってきたのですごく嬉しく思いました。子どもたちとの対局を楽しんだ藤井八冠ですが、来月7日からは叡王の、10日からは名人のタイトル防衛戦が始まります。